今しぐるさんとハンナさんが前に立ち、そして多くのお父様お母様がこうして皆様の一番後ろにいらっしゃいます。今日両家のご両親がこの会場で二人の様子を見ながらどんなことを思っていらっしゃったでしょうか。大切に育ててくれたそのご両親に二人から感謝の思いを伝えたいと思います。それでは神谷さんからのお手紙をお願いします。見て見て、母ちゃん、父ちゃんから買ってもらったんだ。かっこいいだろ。はい。え？それって何言ってんの？ C だよ、しげる。変なこと言うな。あ、うちの父ちゃん仕事で忙しいんだけど、休みの日にはデパート連れてってくれるんだ。屋上に遊園地があって一緒に遊ぶの。お昼に食べるお子様ランチが美味しいんだ。父ちゃん、こっちこっち。やめろよ、たかし。父ちゃん、俺と遊ぶんだから。こっち来てよ。はい、ごめんなさい。母ちゃんはね、いつもは優しいんだけど、怒ると静かにしなさいって、すっごい怖いの。でも、やっぱり母ちゃん大好き。毎日美味しいご飯作ってくれてありがとう。僕、母ちゃんの猫ちゃんが大好きだよ。もう仕事行くの？やだ、行かないで。え、これ？また汚しちゃった。ごめんなさい。中学に留学してから母さんにすげえひどいことばっかり言っちゃって、うるせえぞ、触らんじゃん、なんで俺らはいたの、手の暴力それ泣かしちゃってこともあったよ。自分もいたらすげえ後悔してるの、素直に言われた。高は柔道一直線で俺ばっかり問題起こして、親父と母さんに学校に謝りにしてもらって、高校からはもうやめようって俺も高橋と一緒に柔道始めたんだ。おかげで問題を起こす気力もなかったよ。親父が作ってくれる弁当、のり弁におかずは唐揚げとハンバーグ、毎日一緒だけど俺も高橋も大好きだよ。ありがとう親父。お母さんはこの時代のカンナのことを悪魔が乗り移ったカンナって呼びます。バカ言うな。だけどね、高校行くよりも遊んでる方が楽しかったのは本当で、朝のホームルームだけ行って帰っちゃったり、家に帰ってこなかったり、お母さんとは仲良しだけど、なんで帰ってこないの？心配してるに。なんで言ってあげダメだろ。
ら警察に補導されちゃって、さすがに優しいお父さんにも怒られるって思ったら、心配はこけてんだよお兄ちゃんに殴られてさお父さんがやらんからって殴る。でもハンナクラスで一人だけ就職希望だったけれど、中学の時オーストラリアにホームステイに行かせてくれたおかげで英語は大好きです。お父さんもお母さんも先生ももったいないって言われて頑張ってみるな。高校卒業して特別にやりたいこともなかったし、どうしようかなって思った時、ふと思い出したのが親父の姿。やっぱガキの頃から頑張ってる親父の姿ずっと見てきたからさ、俺も電気工事士になろうって思った。仕事の辛さで折れそうになった時、親父が町内の見回りに行くって言うから、俺もついていくわ、一緒に歩いたよね。親父がくれた、俺もそうだった、苦労するのはみんな一緒だったって言葉で、もう少し頑張ろうと思った。母さんは、俺には分からない大変なことがきっとたくさんあったんだと思った。それでも、俺たちのために一生懸命働いてくれて、母さんと親父みたいに、いつも明るくて仲良しの家族を作りたいと思います。今まで本当にありがとう。私の夢叶えてくれてるみたいで嬉しいやって言ってたよね。それ聞いてカンナ、お母さんをそんな気持ちにできたってことが嬉しくて、大学頑張ろうって始めた千葉での一人暮らしだったんだけど、1週間後の3月11日東日本大震災、電話もつながらんくて、一人で本当に心細くって怖くって、次の日朝から並んで電車に乗って実家に帰ったっけで、二人の顔見たら本当に安心したってよ。安心しすぎて遊びほうけて強制送還されちゃったけんね。でも余震が来るたんび大丈夫ってすぐにメール送ってくれるよね。肺炎になっちゃった時は新幹線でぶっ飛んできてくれて本当に嬉しいって。小学生の頃から始めたお母さんとの交換日記、いつからかお互いの記念日の時の手紙のやり取りに変わって、そんな中でも二十歳の誕生日の時にお母さんからもらった手紙は私の一生の宝物だよ。今日はね、カンナの番、お父さんとお母さんに手紙書いたの、聞いてくれるかな。はい、カンナ、ありがとう。はい、カンナ、ありがとう。はい、カンナ、お父さん、お母さん、
私に、私本人にそっくりできるなんてありがたいですよ。よくできました。似てるよね。似てる。最初やってる時にびっくりしちゃった。驚きましたよ。しげるのちっちゃい時そっくりですよ。柔道生きてきる。びっくりですよ。見てるよね、そしたらね。でもいいもんね。いや最初はちょっとね、一人目のお子さんの時にはちょっとびっくりして、何が何だか分かんなくて、二人目のあのカンナの方の子役の子が出てきてびっくりしちゃって、もう自分も昔の思い出を回想して、もう涙を潤うんですよね。それで後から出てきた子もすごく上手で、もう現実にあったことをまたあのね、なんていうの、思い出してもう感動しました。もう容姿もそのままカンナで、その当時のもう本当びっくりしました。ありがとうございます。もう無理でした。素晴らしい曲なんですよ。本当にいいことだと、アイディアがすごいですよね。なかなか中身というか本人たちから教えてもらえなくて、どんなんなんだろうと思っては楽しみにしてきたんですけど、最後本当にあの子役さんたち泣かされました。私とっても良かったです。お式がありがとうございました。ありがとうございます。いやすごい良かったです。なんか劇みたいな感じがびっくりしました。親戚の子が なんかやりだしたら、もう最初のもう女の子がお渡しで、いや、いい演出だと思う。びっくりしますか。ご神父様が使ってたものだったから知ってた。実際どうですか。でもなんか手紙だけより逆にああやって違う人が言う方が素直なこと言えるのかな、伝えやすいのかなみたいなのがあります。まだでなんかあれだったら、より気持ちをストレートに伝えるかな。あの洋服を着ていたのがすごく良くて、再現性がよく、こう情景が思い浮かぶような演出だったように思います。そうですね、結婚式をするとしたらあれがあったらちょっと選びたいなと思いました。まあ、見てる側もすごく楽しめました。いや、あった方がいい。そうですね、いい感じ。なんか最後のその最後終わってから手紙を本人に回してくる。すごいいいな。今日式どうですか。目の具合を見ていただければ分かるね。パサパサ泣きすぎて。最後、はい、子供たち出てきたの、あれってどう思いますか。いや、なんかですよね。ね、あ、そっちだった。あの演出はびっくりしました。今まで見たことなかった。途中で分かりました。最初からもう分かりました。なんかもうね、けどね、シンプルがすごい似すぎてて、本当に背丈も似てて、うん、まるまるそっくりでした。あっくり、ありがとうございます。やばかった。見てみるまではどんなものかって感じなんですけど、見るときますよね、そういうのは。あ、もうすごいびっくり。本物何子役みたいなずっと聞かれてて、そうだよって言って、まだ詳細話してないんですけど、実際に今日当日まで全然知らないわけです。そうですね、皆さん知らないです。どんな気分ですか。いや、なんか言いたくなってて、ずっとそういう打ち合わせの話をしてる段階でこれってそうになってるんですけど、あ、それちょっと違うよ。
そんな関係ないよ。衣装とかもちょっと変わるから持ってきたいみたいな。初めての初めてなんですけど、どうでした？いやもう自分の中ではもう大満足な感じなんですけど、大満足です。来てくださった方々が満足してくれるような、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。